数え切れないぐらい相談者いっぱいいます。管理職の人とかがいじめにあってる、上司が病んでいく姿をみんなで楽しんでどんどんエスカレートしていく、自殺未遂したんですね。なんかそういうインターネット上の誹謗中傷に戦ったり苦しんでる方っていうのは結構目につくんですか？もちろんたくさん いますよ。やっぱりいじめの問題もありますし、やっぱそれで自殺しちゃった子もいますし、もう数えきれないぐらい相談者いっぱいいますね。自分が面倒見てたあの女の子がいるんですけど、その子がやっぱ学校でいじめにあって、で学校全体対一人で転校して違う学校に移ったんですけど、やっぱもう今 LINE とかネットがあるんで、どこに行っても見つかっちゃうんですね。やっぱそこでいじめにあって、電車に飛び込んで自殺しちゃったんですけど、で学校がそれ一切認めなくて、報道ステーションって番組あるじゃないですか。その子と一緒にちょっと協力してもらって、それをちょっと取り上げてもらって、第三者委員会を作って、学校に全部認めさせて、で今そこまで行って、そこまで行くのにも3年ぐらいかかったんですね。その誹謗中傷っていうのは、してるつもりはないんだっていう、って言いながら人を傷つけてる人もいると思うんですね。っていうのが、意見と、その、批判と、あと人を侮辱するような誹謗中傷とっていうのが、まあ、明確な線引きがないからっていうのもあると思うんですね。いじめられる方にも問題があるっていう論調も世の中にないわけではなくて、例えばこれは文句言ってるだけだとか、ただちょっと意見しただけだとか、じゃあ例えばパワハラ上司だってただ指導しただけだとか、でも、その、やり合ってる中で、なんか、だんだんそのノイズが入ってきたり、だんだんこう、言っちゃいけないことを言ったりとかっていうふうに、結構その線引きって難しくて、なんか、あべこべになってると思うんですよね。今は何ですかね、そういう若い人に限らず、大きい会社の、管理職の人とかがいじめに遭ってる人って結構相談が多いんですね。はい、で結局自分の部下にいじめに遭ってるわけじゃないですか。はい、でそういう人たちがうつ病になって、うちに相談に来て、で毎週日曜日うちのマリーナで朝来て夕方までビール飲んで、で帰っていくっていうのが、すごく多いですかね。例えば誰かがその上司の人が誰かを何かの理由で叱ったとしますよね。その若い人が根に持った時に、それが例えばみんなでグループラインを作って、そのね、上司の悪口を言い始める、それがエスカレートしていく。で必ずわざと誰かがその上司に耳に入るように仕向いていくわけですよ。そうそう、上司が病んでいく姿を見ながら、みんなで楽しんでどんどんエスカレートしていく。で結局神経、やっぱそういう普通の人なんで、やっぱ神経的に持たなくなるじゃないですか。で、自分のところに相談に来るときにはもう、心療内科に行って、薬を飲んでる状態で来るっていうパターンがすごく多いんですね。で、その人の場合はもう、結構偉い人だったんで、もう、なんかもう有給も結構溜まってて、でも多い時は週3回とか、まあ、朝から来て、ただ缶ビールを持ってうちのマリーナのところの水面を眺めながら、朝から日が暮れるまでそこでお酒を飲んでるだけで心が和む。それを1年ぐらいやって復帰しましたね。はい、自分はなるべくだから、その心療内科でもらった薬を飲まないでほしいっていうのを勧めてますかね。結局それを飲んでいくと効かなくなってくる、どんどん強いのをもらってくる、量も増えてくる、で言うと治んなくなると思うんですね。そういうんじゃなくて違う方法で治した方がいいっていうのが自分の考えですかね。その自分の身を置くとか目にするものっていうのをちょっと変えてみるというか、そんでまあそういう人ね、そういうね、その部下の人たちが言ってることをまず気にしないようにすること、目にしないようにすることっていうのを勧めてます。市役所の偉い人だったんですけど、その人も部下からいじめがあって、自殺未遂したんですね。死なずに済んで助かっちゃったんだけど、それでも死にたかったんだけど、その前に一回どうしても自分に会いたいってことで会いに来たんですよ。ね、その話を全部聞いて、もうどうしても死にたいと。で、なんか、やっぱちっちゃい町らしいんですよ。はい、だから、もう、なんですかね、その役所の中だけの問題じゃなくて、もう役所じゃない人でもこの件を知ってると。だから、もう、
なんですか、街に入れない状態になってるんですよね。そういうことですね。で、もう死ぬしかないの一点張りだったんですね。じゃあ自分がそのいじめをしていることを自分に話させてもらえないか、はい、って言って、自分がまあ最初電話で喋ったんです、はい、で、ただやっぱその人にも言い分があって、はい、でそいつはこうだあだって、うん、じゃあ俺がお宅の悪口をね、ネット上で、うん、発信して、君も同じことしてあげるよって言ったんですね、うん、でそれでピタッて止まったんですね。だからやっぱりいろいろなパターンがやっぱありますかね。人と一概には言えないという、はい、ただそうするとまずその目にしないとか気にしないというところにちょっと重きを置いて、でもそれが一番ストレスにならなくないですか、うん、そうですね。やっぱ見れば気にもしちゃいますし、はい、イライラもすると思うんですよ。そうですね。なんか例えば世の中にはその諸星君としてその戦い方を教えたりとか、そういう時はこうやってやっつければいいんだとか、あとこうやって人を変えていけばいいんだっていう、そのただ人って変えるのはやっぱ難しいというところもあると思うんですね。だからじゃあまずその状況、事実はその現状は変わらないけれども、その受け止め方とか、そもそも受け止めないというか、だからその内容にもよると思うんですよ。だから実際にあったことで言われてるんだと、それを改善しないといけないと思うんですね、うん、で自分の場合は勝手に思われてることを勝手に言われてるだけなんで、はい、自分は気にしなくてもいいやっていうのでいいですけど、例えばじゃあ変な話、例えばじゃあ女の子で、はい、されちゃった写真とかがあって、それを巻かれちゃったりした場合っていうのは、うん、やっぱそれはまた別の問題になっちゃうじゃないですか、うん、それはもっと何ですかね、警察が動いてあげないといけない事例だと思うんですね、うん、でその、内容によって対応の仕方が全部違ってくるんじゃないでしょうか、うん、じゃあ例えば今この動画をご覧になっている方で誹謗中傷に悩んでいる方も多分そのキーワード見に来ると思うんですね、はい、でやっぱりその答え一つじゃなくて、その自分の、そうですね、とにかくでも今もう法律も先々週かなんかに変わって、すごい重くなったじゃないですか、うん、で今警察もすぐに対応してくれるんで、もしなんかそういうのネット上でなんか言われたら、もう名誉毀損でも何でもいいから訴訟を起こして訴えちゃうのが一番早いんじゃないですかね。そうですね。今すぐ逮捕してくれるみたいなんで、あ、はい、言われた時点でそれの動画をスクショでも何でもいいか撮って、ね、まず警察に行ってこんなこと言われてるんでって言っても、名誉毀損でもいいし、うん、業務妨害でも何でもいいから出しちゃうのが一番早いんじゃないですかね、うん、芸能人の方でも誹謗中傷を叩かれる人がいたとして、やっぱり叩かれる起点っていうのはあると思うんですよ。そのいいことなのか悪いことなのかを置いといて、じゃあ例えば芸能人の方が不倫をしましたとか、あと逮捕されましたとか、みんなの顰蹙を買うような失言をしてしまったとか、でそれに対していろいろ言われる。でも言われる中には反論したいようなことも当然生まれてくる、うん、否定したいような事実があったりって言ったら、また悪いことしたやつが何言い訳してんだとか、なんかだからその言われるようなことをするお前が悪いみたいな感じで叩く人も世の中いっぱいいるわけじゃないですか、うん、はい、今回ね、たける君もほらね、負けたじゃないですか。やっぱそれで、まあ、いろんな言葉言われるんでしょうね。めちゃくちゃ言われたみたいですね。それでやっぱ精神的に参っちゃってっていうのも、うんうん、パニック症と鬱になって、うん、やっぱかわいそうですよね。余命何ヶ月の子がいて、その子がタケル君に会いたいと。で、実際本当にいい子なわけじゃないですか。天心との試合の前日に病気の子がもう死にそうで、はいはい、試合前日にあの子お見舞いに行ってるんですよ。うん、普通試合前日に行きますか？行かないですね。はい。ね、そういうのだって誰も分かってないことじゃないですか。うん、だから人の伝達って本当に難しいですよね。自分がじゃあ聞いた話を、いやこいつはこういう人間だよって、じゃ仮にじゃあ自分の YouTube でそれを言っちゃったとするじゃないですか、うん、そしたらそうするとそれに乗っかってくる人がいっぱいいるわけですよ、うん、で自分は人のことは絶対に言わないですし、それを聞いてもまあ言わないですし、自分がその例えばそいつに何か言われても、そいつのことも自分は言わないようにしてますし、みんながそれやればなくなると思うんですよね。
はい、そうですね。なんか、うん。じゃあ、それを啓蒙していければなと僕は思ってるんですけれども、はい、でもやっぱりその言いたいことは言うっていう人もいて、それが誤解を生まれたりとかするわけじゃないですか。そうですね。うん。それはでもみんな感情で、なんですかね、見た瞬間に、後先考えずに、言葉を発しちゃうじゃないですか、うん、そこに問題があると思うんですよ。あといろんなもう正義って何種類もあるんで、はい、それが噛み合わないっていうところもあるんですね。あとは全然関係ない人がそれに乗っかってくる、はい、で最近自分のってここ2年ぐらいずっといろんな人がいろんな悪口を言ってる、でそれに同調して書き込んでる人たちがいっぱいいるんですけど、最近その書き込んでた人たちがメッセンジャーであの時に自分こうやって書き込んじゃってたんだけど、はいはい、間違いだって今気がついて、本当に申し訳ありませんでしたっていう謝りのメッセージがめちゃくちゃ来るんですよ。世の中捨てたもんじゃないですか。でその書き込む人は自分は見てないから、はい、全然気にしてないから大丈夫ですよ、はいはい、なんですかね、自分 Facebook も Instagram も非公開でやってるんですね、はい、だから承諾しないと、うん、自分のやつ見れないようになってるんですよ、はい、でもう本当に反省してるんで、もう、はい、もしあれだったら謝りに行くんでって言われても、はい、いや別に来なくてもいいですよ、はい、で友達になってもらえますかって言って承諾はしますけど、うん、でもひたすら毎日謝りのメッセージが来ますね、うん、それはまあ、いつかはそうなっていくんだってい う, こう思いが本当に結実してるし、だからもうだから本当にほっといて、まあ、いつかそういう人ね、それにかもう全然関係ない人も書き込んでるじゃないですか、うん、そういう人たちが事実が分かった時にいつかすいませんでしたってくればそれでいいんじゃないですかね、うん、